本日の話題は、1978年から2002年にかけて、テレビ朝日系列で、レギュラー放映された、時代劇シリーズ、俳優の松平健さん主演の、暴れん坊将軍です。なんと、アメリカのテレビでも、当然英語字幕付きで、放映されていました。セリフの英語訳もありますので、最後までご覧くださいね。アメリカで暴れん坊。アメリカで松平健。貧乏旗本の部屋住み三男坊、徳田新之助。この人物が、実は江戸幕府8代将軍、徳川吉宗公。時々というか、ちょくちょく、お城を抜け出して、市政にはびこる悪を成敗するという時代劇です。日本の若い世代には、仮面ライダーオズで将軍吉宗を見たという人もいらっしゃるのではないでしょうか。まずはタイトルの暴れん坊将軍。ウィキでは、ジ・アンフェタード諸君とあります。アンフェタードは、拘束されないとか、自由なという意味になります。しかし、アメリカでのテレビ放送時や、販売されているビデオは、暴れん坊です。そして、将軍は、英語として定着しているので、そのまま将軍ですね。こちらは、江戸城ですが、天守閣はありませんので、姫路城の外観が使われています。上様の徳川吉宗に直接呼びかけるときは、マイロード。三人称としては、さあ徳川でしょうか。南町奉行は、南町マジストレート、または、ミニシパルアドミニストレーター。マジストレーツは、治安判事という意味です。さまざまな業務があり、警察署長兼裁判所長です。奉行所は、南町マジストレーツオフィス兼裁判所ですね。めぐみファイヤーブリゲード。ブリゲードは組織とか隊という意味です。頭はチーフファイヤーマンや単にチーフ。お庭番は、お庭番または、忍者です。お庭番は、アメリカ人はわかるのかという疑問はありますが。夜叉面お銀は、デーモンお銀。デーモン。確かに夜叉は鬼だけど、デーモンってなると、身も蓋もないような。お銀は、スラッとした芦川芳美さんが演じているので、余計デーモンだと、なんか違う感が半端ないです。基本は、江戸市中に出た吉宗が、物語の中心人物が、悪人の手下に、襲われている現場に遭遇し、その優れた剣術で手下たちを撃退します。その後黒幕を、江戸城に呼び出すパターンが多いですね。お召しにより、参上つかまつりました。By your command, I have come to see you. 呼び出された黒幕の大名の言葉です。その後、黒幕の屋敷に乗り込んだ新之助が用心棒たちを倒しながら黒幕に迫ります。世の顔を見忘れたか。Have you forgotten my face? これに対する返答はいくつかパターンがあります。その1、上様がこのようなところに来られるはずがない。Sir Tokugawa cannot be here. そりゃごもっともです。本当、上様はこんなところに来ないですよね。その2、上様の顔を忘れた。I have forgotten the face of Sir Tokugawa. バックレパターン。というか、自分で最初に、上様って言ってたのに。その3、ここで死ねば、ただの徳田新之助。You are just Shinasuk Takuda dying now. 一瞬、確かにと思うが、これでストーリーを終わらすわけにいかない。その4、もはやこれまで。Now is the time. 時代劇の名セリフ、待ってました。黒幕は倒され、めでたしめでたし。Evil was defeated, all's well that ends well. その後、江戸城内で大岡忠相らと散策しながら語り合うのであった。日本の刀を持った空を飛べないスーパーマンかスパイダーマンですかね。本日も最後までご視聴ありがとうございました。動画が良いと思われましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今後の励みと参考にさせていただきます。本日は僕湊が担当しました。